人工構造物、正確には地球の軌道上から見える人工構造物には高速道路、ダム、都市などがあり、レンズなどで拡大することなく見ることができる。中国の万里の頂上は宇宙から見ることのできる唯一の建造物とよく言われるが、実際には拡大しないと低軌道からは見ることができないし、その時は完璧に条件が揃っていなければならない。一方で、 STS-59 と STS-68 で使用された宇宙搭載映像レーダーであれば万里の頂上だけでなく城壁に覆い隠された直接目には見えない部分まで検知することができた。宇宙から地上の物体が見えるかどうかは観測を行う場所の開発高度に大きく左右される。高度1 0 0トルのカーマンラインは航空工学と 宇宙工学における基準を定めたり記録を認定する世界機関である国際航空連盟が地球の大気と宇宙空間の境界線として定めたものである。しかし宇宙飛行士が地球を周回する高度は普通数百キロメートル程度あり、例えば国際宇宙ステーションは地上から約420キロメートルを周回しているし、月であれば 約38万1 4 1 5トルも離れたところを周回している。ロシアの宇宙ステーションミールから見たチルノブイリ原子力発電所の周辺地域アメリカのスペースシャトルは普通2 1 7キロメートル程度の高度で地球を周回をするが、乗員は容易に都市を見分けることができる。双眼鏡を使うと道路やダム。 港どころか船舶や航空機といった大型の乗り物でさえ見ることができる。また夜であればより高度が上の国際宇宙ステーションからもたやすく視認が可能である。特に工業の発達した国家の首都圏では夜になると市街地以外の高原も多いためなおさらはっきりと宇宙から見える。スペインのアンダルシア州アルメリアにあるグリーンハウス全長キロメートルに及ぶ。 チェルノブイリの冷却地は宇宙から見ることができる建造物の一つである。この画像は高度 296km から 421km を周回する宇宙船ミールから1997年4月に撮影されたものである。ユタ州ソルトレイクシティの近郊にある鉱山、ビンガムキャニオンスペインのアンダルシア州アルメリア県にある約260平方キロメートルに及ぶ。 グリーンハウスの集積地も宇宙から見ることが可能である。この場所にはグリーンハウスが非常に密集していることからビニールの海と呼ばれることもある。この地域一帯が果物や野菜の一大産地となっており、スペイン各地やヨーロッパへ出荷、輸出を行っている。この写真には描かれていないアルメリア県の他の地域にも巨大なビニールのグリーンハウスが密集している地帯がある。 ビンガムキャニオンは、ユタ州ソルトレイクシティの南東にある、オクワロウ山脈にあり、半岩道鉱床を大規模採掘するための露店、堀鉱山である。この鉱山は採掘場としては、世界最大の建造物である。中国の万里の頂上が月き合う中空間から見える、唯一の建造物であるという説は繰り返し、否定されている。 しかし21世紀においても人口に会社したよくある誤解であることに変わりはない。宇宙飛行士のユージーン・インサーナンとエドワード・ルーは低軌道の比較的低い高度であれば万里の頂上を見ることができるが、それでも好条件が揃った場合だけだと語っている。過去にも月から万里の頂上が見えるというファクトイドは何度か生み出されてきた。 ウィリアムス・チュークリーが1754年の手紙の中でそう語っているほか、ヘンリー・ノーマンも1895年にこの説を唱えている。火星の運河は19世紀後半にはよく知られた概念だったが、これが細くとも十分に長い物体は宇宙から見ることができるという発想につながった可能性はある。ただし月から万里の頂上を見るためには、 常人の1万7千倍もの視力が必要になる。ある建造物や何かの結果が非常に大規模であるために宇宙空間からでも見ることができるという発想に基づくクイズや都市伝説は少なくない。例えば、カナダにある巨大なビーバーのダムは大きすぎて宇宙空間からで見えると表現されることがある。釣り雑誌のフィールドストリームにもどれぐらいでかいかでかすぎて。 宇宙から見えるくらいだという表現が登場した。人間の裸眼はおよそ280マイクロラジアンの角度分解能を持ち、一方で国際宇宙ステーションは高度4 0 0トルの軌道を飛んでいる。初等的な三角砲の原理から言えば十分な視力を持つ国際宇宙ステーションの上因であれば、幅も奥行きも1 1 2ル以上ある物体であれば、 見つけられる可能性があるということである。しかしこれは理論上であって実際に寸法が高々100メートル単位の物体は宇宙からは正体不明のシミのように見えるだけだろうし、それですら大気の状態や物体周辺とのコントラストといった要因が影響しない場合に限られる。他方で国際宇宙ステーションから地上に描かれた言葉を読めるかということを考えるとすれば、 やはり三角方と約18角度分というそれ以下では、可読性の落ちる文字サイズを使うとして、宇宙から言葉を明瞭に判読するためには、どんなに好条件の下でも、一時一時にはおよそ 2km ほどの文字高さが必要になる。The 100km boundary for astronautics.Federation Aeronautic International Press Release 2006年10月30日、閲覧。 ピート、ISS オービット、ヘブンズアバーブ、2020年1月7日閲覧、ザワールズ18ストレーンジェストガーデンズ、2021年3月27日閲覧、エークリーンハウスエフェクトハズクールドザクライメートオブ、アルムリーヤ、2021年3月27日閲覧、マクファルランド、ケナコットカッパーマインリカバリングファスターザン、プレディクテッド、 ザ・ソウル・トレイク・トリビューンザ・ソウル・トレイク・トリビューン。二千十五年4月28日閲覧。D。ケナコット・レイン・ゴーフ200ワーカーズ d s e, r e,、t n e w、s r e t n e w s 2016年3月6日閲覧。ノルベルト・ロペスタ、ギル、イズイ、リアリー・ポッシブル、ツーシー・ザ・グレート、ウォール・オブ・チャイナ・フロム・スペース・ウィズ、ana キット・アイ。ジャーナル・オブ・オプテオメトリー1 三四ドイ十点三九二一ジョプタム二千八点三 PMC 三百九十七万二千六百九十四 HTTP スラッシュスラッシュ w w w j o u r n a l o f o p t o m e t r y o r g スラッシュアーカイブスラッシュ vol 一スラッシュ pdf スラッシュレイ二パーセント二十ボリューム一エンパーセント20 ヘルターパーセント二十2パーセントエンティ E パーセント二十エディター、PDF、ミラー、デビット、ショア、パウロ、ピーター・マグナント、オプティックス・オブ・ザ・ノー・マル・アイ、ピコグラム、54オブ・オフ・サルモロジー・バイ・アナフ、マイロン・デュッカー、JSISBN9780323043328、NASA、ハイア・アルティチュード・インプローブス・ステーション、S f l e エコノミー、 www.nasa.gov.2019 年5月20日閲覧。テキストサイズ、www.hf.faa.gov.2019 年5月20日閲覧。ありがとうございます。